ケンです。真剣。やろうなと思った顔がな、もう完全に笑っとんや。ロボットチャンネル、ロボマと、ワザルと、タゲです。君たちに、今から、ドン・キホーテさんに行ってもらいます。はい。今日の企画は、1000円チャレンジ!イエーイ!はい、君たちの大好きな1000円チャレンジの企画。はい、というわけで、はい、この1000円で、好きなものを買ってきてください。はーい。小学4年生渡るくんと幼稚園の年長さんたけるちゃん、1000円で何を買ってくるのでしょうか。じゃあ行ってらっしゃい。行ってきます。帰ってきました。行ってきました。はい、じゃあ何を買ったのか紹介してください。まずはたけるちゃんから。じゃーん。もうすごい。それ何？ナーフの弾。ナーフじゃないけど、ナーフの弾。ソフトバレーじゃないけど、これはおもちゃの、まあ、ナーフみたいな鉄砲です。ただの子供向けの超超安全なこの吸盤のね、おもちゃのナーフと同じような鉄砲です。安心してください、大丈夫です。はい、次。はいはい、こちらはキャンディーやな。コーラ味のキャンディーか。長細いあの紙みたいなペラペラした。まあ、次。はい、一緒見えとったけどな。はい、それが3つ目。はい、そして次は米。4個目はこれ、赤べー黒べーガム。そして次も赤べー黒べーガム。好きやな、昔を買っとったよな、これ。たけるちゃん、はい、たけるちゃんは以上になります。合計で、さていくらになったのでしょうか。969円。上手にお買い物しましたね。まあ、おもちゃとおやつを買いたいって最初からなんか言ってたんな。それで、でもこのこれがもう800円ぐらいして、残りでおやつをできるだけたくさん買いたいって言ってこれを選びました。あ、もう食べようよ。びっくりする。はい、じゃあわたるくんは何を買ったんですか。ポケモンガオーレ。ポケモンガオーレっていうなんかゲームがあるって。ゲームセンターにあるようなゲームがあるってこと。ガオーレ、メガドンキさんだったので結構いろんなものが置いてあるし買えるんですよね、うん、それでそこの中であのゲームセンターにあるような機械のポケモンのやつを選んでやってきたみたいです。はい、そのゲームをするとこのカードが出てくるってこと。うん。はい、じゃあこれ一つ目ね。二つ目は？普通。はい、一緒。完全に一緒やな。キャラは違う。キャラは違う。さっきのは何やった？さっきのはこれ。1個目が大力で、2個目がエンベルト。え？エンベルト。はい、じゃあ。三つ目は何を買いましたか。三つ目はね、これを買いました。絶対顔が笑うと思う。はい、次は何のキャラクター。ニャビー。あ、ニャビーか。はい、次は、はい、え、はい、気のせいかな。いや、気のせいじゃない。ギャラドス。え、ギャラスドス。ギャラドスね。そして次は、次は真剣です。真剣やろうなと思った顔がな、もう完全に笑っとんや。バンギラス。バンギラス。今度横向きないな、これカード。横バージョンもあるやん。あ、5やから。あ、5やから強いやつ。星4やね。あ、星4や。星4。そこそこ強かった。横なの。ほら。え、はい、じゃあそれでおしまい。まだある。はい、終了。マジでこれ全部。どういうこと。まだまだある。まだある。うん。何。はーい。ない。え、待って待って、これ全部で何円や。1000円でーす。1回200円やったってこと。なんと1000円すべてこのポケモンのねゲームに使いました。わたるくん、
はい、というわけで1000円それぞれにね渡したらこんなものを買ってきました。みんなは何を買うんでしょうか。というわけでこの動画少しでもよかったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくね。ロボットゲームズもチャンネル登録してください。はい、バイバーイ。バイバイ。美味しい。